もうこのさくちゃんの写真集を待ち望みにしていたので私の愛すべきまゆ、まゆと一緒に見ていきたいなと思います、ね、もうタイトルからね、さくちゃんっぽいかれんっていうね、さくちゃんのための言葉じゃんっていう、確かに、うわかわいい、かわいい、え待って、もしかして待って、これ私のサイネームカラー、え、かわいい、いやデコルテ水溜めたいぐらいさ、ね本当にくぼみがすごい、くぼみがすごい、ね、見て急いでるよ、なんか走ってるサクってレアで可愛いよね、それな、サクいつもさのんびりしてるもんね、ね、ゆったり、え、可愛いこの衣装、かわいい、あ、うわそうなんです、あのサク、ユーセン好きなんだよね、わかる、ユーセンいいよね、ね、しか見てこの顔、うん、見て、いや可愛い、水飲んでんのこれ、肌綺麗、本当に何じゃん、飲み、飲むからじゃない、だから毛穴住めないんだよこんな場所にさ、毛穴住めないけど、毛穴は住めないよ、何よか、なんか全部可愛いじゃん、いや可愛い、いやダメで、こんなとこで寝たら危ないよ、いやもう本当に私たちみたいな人がさ乗ってたら危なかったね、ちょっと一緒にしないで私みたいな危なかった、危ない、可愛い、これ、これ好きでした、これ好きでした、これ好きでした、私が先に言いました、いや可愛い、ちょっとこれは見せらんないよ、これ多分見てほしくないよね、もはやちょっとやめて、これ私たちだけのものにしたかった、ね、正直ここだけちょっと切り取るじゃん、うん、そうだ、ね、全部さ書店回ってさ、え、これあれじゃない、サクがさ好きって言ったカードじゃない、はい、あの分かった、記者会見でまんまるのやつでしょ、そうまんまるおにぎりにした理由でしょ、そう、はい、分かりました、どんどん見ていかないと、確かに堪能しすぎない、うわかわいいね、あのさっきから可愛いしか言ってないじゃんって思うかもしれないけど、じゃあ皆さん一緒にこれ見ながら、うん、あの一緒に堪能しましょう、確かに同じところで同じこと言うと思うから、確かに見て、いや何これ、何これ、何これ、ね、え可愛い、いや可愛い、なんじゃ、何一緒に大行進してる、めっちゃ見て見て、こっちこっち、うん、おやばい、ちょっと見てほしい、大人さくちゃんがさくれてる、いいよもちろん、あこれすごい、めっちゃ綺麗な、写真として綺麗ね、めっちゃいい写真、足だって4頭目のイルカじゃん、4頭目のイルカ、サクはね、うわかわいい、これさ寝るときに横に置いてみ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 、すぐ寝れるべ、やばいねこれ、うわや真っ青な海と真っ白な桜そのコントラストが最高ですね、最高のグラデーション、あら、もし私と遊んでるこれ、いやだから勘違いしすぎなんだよ、ね、さっきからなんかすごいよ、もう自分のものが、私に水かけてるこれ、いやースターだよ、私ここが好きなの、わかる、え、わかる、その腕から、ね、腕からあの背中にかけてのこのライン、え、どこの、あのこのさ、ここ、これだって、あ、わかる、わかる、私はさくらのこの腰のラインがめっちゃ好き、はい、あのスキニージーンズとか履いた時にかるめっちゃ綺麗なの、食べてる、なんで、あ、やっぱ片目つぶっちゃうんだよね、笑ったらさ、かわいい、クリームつけちゃって、ね、爪がちょっとキラキラして、本当だ、本当だ、レアじゃない、レアじゃない、爪切らさくは、え、かわいい、かわいい、猫と、だから赤ちゃんみたいな、もうなんか猫隠すと、何そのいきなりいなくなるみたいな、あ、これ好きだった、これこれと一緒なんで、ほらタコス、待って、うちらのタコスじゃん、うちらのタコス、自信だわうちらのこと考えて撮ってる、これ本当にかわいい、うわなんか、ちょ、うちらさ、喋りすぎだよね、あ、そっか、そう、ごめんごめんごめん、うーわ赤も似合うんだ、なんで、本当おかしいよね、もはや、え、かわいい、何この無邪気な笑顔、来てほしい、来てほしい、何これやばい、これかわいい、ほら、あうわっ、うわかわいい、チュルチュルやん、チュルチュル、え、かわいいんだけど、これ絶対美味しかったんだ、美味しかったんだ絶対美味しかったんだよ、ほら美味しい顔してる、美味しい顔してる、美味しい顔してる、見ちゃダメだって今うわもうかわいい、あら、いいそう、小作、あれ違う、これ違うね、アート作えれ、かわいい、初期のね、作フルーツ、確かに初期見あるね、これね、うん、めっちゃある、かわいい、今吹いてくれないからな、吹いてほしいよね、え、待ってよ、フラリレット、あー
ちょっと今ごめんなさい。クラリクラリネット。え、踊ってる。あれ、かわいい。やっぱこのね、表情好きだ、あの、ね、ちょっとね、あの前歯が大きい感じがかわいいんだよね、はいはいはい、あと黒目がちがさくって、あれ赤ちゃん、私ね、ダメだよ、生まれたて本当にね、だから何グラムか測らないといけない状態だからこのまだあの最初の産声曲げてない、曲げてない状態だからかわいすぎない、かわいい、もう最高じゃん、ピンクドレス最高だ、なんだよ、でもなんかこう髪の毛はそんなやってない感じが、ね、ナチュラルなの、あら、あちょっとなんか物覚えてんのかな、手伸ばしてみて、サクサクやばい、これやってる人多分いるかな、いる、絶対いる、うん、あ、え、ちょっと未来も見えちゃうの、え、すごい、年、じゃあサクがこの世界に飛び込んだきっかけが書いてありますので皆さんぜひ読んでください、クイズです、クイズです、考えてみてください、デデン、終わっちゃった、終わっちゃった、寂しいけど多分もう、あのもう一回ね、私たちは1ページ目をめくると思います、なので皆さんもね、もう一度めくってみてください、以上、遠藤さくらでした。